サイファーパンクとは、社会や政治を変化させる手段として、強力な暗号技術の広範囲な利用を推進する活動家である。もともとは、サイファーパンクメーリングリストでの対話を通じて、非公式なグループが暗号技術の積極的な利用によるプライバシーとセキュリティの確保を狙ったものである。サイファーパンクたちは1980年代の終わりから、活発な運動に携わってきた。 1970年代までは暗号技術は主に軍や情報機関で秘密売りに利用されていた。しかし70年代に2つの技術が公表され、秘密から大衆の知るところとなる。一つは後に非常に広く使われたブロック暗号であるデータ暗号化標準のアメリカ政府による公表である。もう一つはホイットフィールドディフィートマーティン・ヘルマンによって、 初めて公開された公開鍵暗号に関する研究である。サイファーパンクの観念に関する技術的な起源は暗号学者であるデビッド・チャウムが論文セキュリティ・ウィズ・アウト・アイデンティフィケーショントランザクション・システムズ・ツーメイク・ビッグ・ブラザー・オブ・ソリートで述べた匿名電子マネーや偽名における評判管理システムなどの分野に対する研究に遡る。 80年代の終わりにはそれらの観念は結合して一つの運動のようなものとなった。1992年末、エリック・ヒューズ、ティモシー・シー・メイ、およびジョン・ギルモアはギルモアの会社であり、サンフランシスコベエリアにあるシグナス・ソリューションズに月齢で集まる小さな集団を設立した。その集団は初期の会合においてジュード・ミルフォンによりユーモアを込めて、 サイファーパンクと称された。その名は、サイファーとサイバーパンクに由来する。2006年11月、この単語は、オックスフォード英語辞典に追加された。メーリングリストは1992年に始まり、1994年までに700人が、購読していた。前世紀には、サイファーパンクは、数学、暗号学、計算機科学にわたる技術的な議論、 政治及び哲学的議論、個人論争及び攻撃など、そして多少のスパムによって、非常に活発なメーリングリストとなった。ジョン・ギルモアは1996年12月1日から1999年3月1日までに1日あたり、平均30通のメールがあり、それ以前はもっと多かったとメールにおいて報告している。1997年には購読者数は2000人に、 達したと推定された。1997年初頭に、事務長ととイゴル中ド府は、中央集権化された、メイディングリストの構造では避けられない、単一障害点をなくすために、ネットワークヒーゾンのメイディングリストノード群である、サイファーパンク分散リメイラーを配備した。前世紀には、サイファーパンク分散リメイラーは7つのノードを、備えていた。 2005年中頃には al-qaeda.net が唯一残されたノードを運営していた。2013年中頃には短い中断の後 al-qaeda.net のメーリングリストソフトウェアはメジャードもから g n u メイルマンに変更され、その後ノードは cpunks.org と改名された。サイファーパンク分散リメーラーの構造は 今や失われたがメーリングリストの管理者はこの機能を新しいメーリングリストソフトウェアに組み込む方法を探っていると2013年に表明している長い間サイファーパンクメーリングリストはメールボム送信者にとってポピュラーなツールであったメールボム送信者は被害者にメーリングリストを購読させ被害者にメッセージの洪水が届くようにしたこの現象は 高読に返信を必要とするシステムの採用をメイリングリスト管理者に促した。メイリングリストでは典型的には1日約200通のメッセージがあった。ガープスサイバーパンク強制捜査といった事件は非公式な個人でもプライバシーの保護を進める必要があるという考えに重要性を持たせた。メイリングリストには幅広い論点があり、 意義なく完全に合意されていたものは一つとしてなかっただろう。しかし基本な姿勢としては明らかに個人のプライバシーや個人の自由を頼り優先していた。オンラインでのプライバシーに関する初期の議論、メイリングリストでは、プライバシー、政府による監視、企業による情報の操作、その他10年程度後まで広い議論の主な主題とならなかった関連する90年代。 はじめの問題について議論していた。少なくとも一部のメイリングリスト参加者はそれらの問題に対して他のほとんどの人より求心的であった。メイリングリストにおける文脈について理解しようとするならば暗号技術の歴史を参照することになるだろう。90年代はじめアメリカ政府は暗号ソフトウェアを輸出に際してはそれを軍事品とみなしており知識とスキルは アメリカ市民に限られないため国家の安全保障につながらない商用利用を妨げていた。またアメリカ政府は暗号技術を無力化しようとしていた。さらにそれほど広く知られていなかったが全ての通信は政府機関によって記録されておりメイリングリスト参加者に対しては自明なことと受け止められた。オリジナルのサイファーパンクメイリングリストと最初のスピンオフである コーダーパンクは当初ジョン・ギルモアの o ード .com にホストされていたが管理者とのモデレーションに対する意見の食い違いから分散メーリングリストと呼ばれる互いにリンクする複数のサーバーに移行した。招待制であったコーダーパンクメーリングリストはしばらくの間存在した。コーダーパンクはより技術的な問題を扱い公共政策に関してはあまり議論しなかった。今日では オリジナルのサイファーパンクメーリングリストに系譜をたどれる複数のメーリングリストが存在する。クリプトグラフィメーリングリスト、ファイナンシャルクリプトグラフィメーリングリスト、その他少数のクローズなメーリングリスト群などが存在する。o ード .com は、購読を停止しなかった既存の購読者のリストで継続し、新しい分散メーリングリストにも転送されたが、 分散メーリングリストからのメッセージは t o d c o m には表示されなかった。メーリングリストが人気を失うにつれ互いにリンクした、高読濃度数も減っていった。ある意味では、クリプトグラフィーメーリングリストは、サイファーパンクの後継として機能している。共通のメンバーを持ち、同じ議論を継続している。しかし、クリプトグラフィーメーリングリストは、モデレート付きのリストであり、ずっと真面目で、 技術的である。プリティグッドプライバシー Linux カーネルのデーブランダム特命リメーラーといった今日使われている多くのシステムはサイファーパンクメーリングリストに期限を遡れる。2012年6月現在メーリングリストは活動していない。基本的な考え方はこのサイファーパンク宣言からの引用に表される。プライバシーは電子時代の開かれた社会に不可欠である。 政府、企業、その他大きな顔が見えないような組織がプライバシーを与えてくれるとは期待できない。プライバシーを確保しようとするならば、我々は自身のプライバシーを擁護しなければならない。サイファーパンクはコードを書く。我々はプライバシーを擁護するためには誰かがソフトウェアを書かなければならないと確信しており、我々はソフトウェアを書かんとする。サイファーパンクの一部は、 主要なハイテク企業において非常に高い地位にいるかかつていたものである。またあるものは有名な研究者である。しかしながら名前のパンクという部分はある。種の姿勢を表している。我々が書いたソフトウェアをあなた方が認めなくても我々は大して気にはしない。ソフトウェアは破壊できないし、広く拡散したシステムは止められないと我々は知っているからだ。これは 意見を伴う暗号理論であり、それはサイファーパンクというグループの名前によく現れている。サイファーパンクに対するマスメディアにおける最初の議論は1993年のスティーブン・レビによるワイヤードの記事クリプトレブルズである。この部屋の者たちは個人の情報的足跡、と、つまり中絶に関する意見から実際の中絶に関する医療記録まで全て 関係する個人がそれを公開すると決めた時のみ、追跡できる世界を望んでいる。明瞭なメッセージは、ネットワークや電波を通じて、地球中で、やり取りされるが、雲の中からそれらを引き抜こうとする侵入者や政府は、意味不明な言葉しか得られない世界を、除きの道具が、プライバシーの器具に変換された世界を望んでいる。このような未来像が実現する道は一つしかなく、 それは広範囲にわたる暗号の利用である。これは技術的に可能であろうか間違いなく可能である。障害は政治的なものである。政府における最も強力な勢力の一部はこれらの道具の規制に熱心である。つまり暗号技術を自由化しようとするものとそれらを抑制しようとする者の,の間で争いが起きているのだ。この会議室に散らばる一見無害に見える一団は、 暗号指示軍の前衛の代表である。戦場は遠くにあるように思えるが、実際の争いは遠くのものではない。この闘争の成果は21世紀において、我々の社会が我々に与える自由の量を決める。サイファーアップパンクにとって自由とは危険を犯す価値のあるものである。仮面をつけて、この号のワイヤード氏の表紙を飾った3人の男は、有名なサイファーアップパンクであるティムメイ。 エリック・ヒューズ、ジョン・ギルモアである。後にレビは90年代における暗号戦争を詳細に扱った書籍クリプト、ハウザ・コード・レーブルズ・ビート・ザ・ガバメント、セービング・プライバシー・イン・ザ・デジタル・エイジを執筆した。サイハー・パンクという言葉はやや曖昧である。ほとんどの文脈では暗号技術を社会を変え、社会に影響を与え、表現するための道具として推進するものを意味する。 しかし前述のサイファーパンクメーリングリストの参加者を指す場合もある。二つの意味は明らかに重複しているが、決して同義語ではない。サイファーパンクという言葉に対してはっきりとした定義が与えられたことはない。サイファーパンクの観念を示す文書として、ティモシー・シーメイによるクリプトアナーキスト宣言とサイファーノミコンのほか、ヒューズによるサイファーパンク宣言がある。 サイファーパンクにおける基本的な論点は、通信におけるプライバシーとデータの保全である。ジョン・ギルモアは次のように述べている。そのような社会を、私は作りたい。個人の通信における本当のプライバシーを我々に与える保証を、法的にではなく、物理的、数学的に私は欲しいのです。このような保証には強力な暗号技術が必要であり、サイファーパンクは、 90年代終わりまで論点であった暗号技術の利用や輸出を規制しようとする政策に基本的に反対している暗号化とは基本的に個人的な行為でありサイファーパンクは暗号技術に対する規制に反対するこれは多くのサイファーパンクにとって中心的な論点であったほとんどのものは暗号技術を制限しようとする政府の試みつまり輸出規制や 鍵会長の制限された暗号の推進や特に暗号鍵の提出に熱心に反対した。匿名性や偽名性や評判に関する問題も広範囲にわたって議論された。間違いなく、匿名による言論や出版は開かれた社会にとって極めて重要。これは、ほとんどのサイファーパンクの立ち位置である。検閲と政府や警察による 様々なものの監視の問題も広く議論された。一般的にサイファーパンクは両方に反対する。特に電話での会話に対する暗号鍵を提出した暗号化を目的としたアメリカ政府によるクリッパーチップ計画はメイリングリストの多くの参加者にとって喧気の的とされていた。この問題は強い反対を引き起こしサイファーパンクへ多数の侵入者をもたらした。 メイリングリスト参加者であるマット・ブレイズは計画に深刻な欠陥を発見し計画の終わりを早めた。スティーブン・シアーは裁判所命令や国家安全保障所管による機密規定に対抗するために霊場カナリアを作成し霊場カナリアは民間企業で受け入れられつつある。重要な一連の議論において圧制的な権力の存在下における 暗号技術の利用に対して懸念が示されている。その結果サイファーパンクは暗号技術の利用そのものを隠したり、尋問者が機密情報を強制的に引き出したと信じさせたりするステガノグラフィの手法について議論し改善した。例えばラバーホースは機密情報を分割し、偽の秘密情報と混ぜ合わせ、それぞれを異なったパスワードで アクセスできるようにするツールであった。引き出したパスワードを持つ尋問者は確かに望む機密を解き明かした、信じさせられるが、実際には本当の情報は機密のままである。つまりその存在すら否得される。同様に、サイファーパンクは圧制的な政府によって設置されたネットワーク監視システムに気づかれることなく暗号が使える条件についても議論した。 サイファーパンク宣言に示されるように、サイファーパンクはコードを書く。良い考えは、議論されるだけでなく実装される必要があるという考えは、サイファーパンクメーリングリストの文化の多くを占める。元のサイファーパンクメーリングリストをホストしていた、ジョン・ギルモアは次のように記述している。我々が技術を確立し展開する能力と彼らが、法律や条例を確立し展開する能力の、 競争の中に我々はまさにいる。どちら側も決定的に競争に負けるまで交参も気づきもしないだろう。ミックスマスターリーメイラーなどの匿名リーメイラーはほとんどすべてすべてサイファーパンクにより作成された。彼らが変わった数々のプロジェクトの中にはメールのプライバシーのための PGP ネット全体の日和り未主義的暗号化のためのフリーズ1。 匿名でのネットサーフィングのためのトアプロジェクトが含まれる。1998年電子フロンティア財団はサイファーパンクメーリングリストの援助を受けデータ暗号化標準の鍵を数日で見つける20万ドルの機械を構築し政府による陰謀の疑惑を湧き起こした。詳細はクラッキングでに詳しい。背景についてはシティザンアムのでの記事を参照せよ。プロジェクトリーダーは ジョン・ギルモアであり、プロジェクトの目的は出が安全でないという問題を示す以上のものであった。多くのサイファーパンクが理解していたように、アメリカ政府は出の安全性について長い間意図的な嘘をついていたため、このプロジェクトが必要であった。サイファーパンクはまた他の専門家とともに暗号技術に関する報告書の作成に関わった。そのような文書の一つは、 ミニマルキーレングスフォーシンメトリックサイファース2プロバイドアディクエットコマーシャルセキュリティである。この報告書では75ビットが既存の暗号が安全であり実運用に足りる最小のビット数であると提案した。当時56ビットのデータ暗号化標準がアメリカ政府標準であり、いくつかの分野では利用を強制された。その他の文書では 政府計画に対して批判的に分析している。ザリスクス・オブ・キー・リカバリー、キー・エス・クロー、アンド・トラステッド・サード、パーティー・エンクリプションでは暗号鍵を提出した暗号化の提案について評価している。コメンツ・オン・ザ・カーニボー・システム・テクニカル・レビューでは FBI による電子メールの監視について精査している。サイファー・パンクは1996年の 暗号政策に関する全米研究表議会の報告書クリプターグロフィエスロールインサキアリング・ザ・インフォメーション・ソサイティに対してかなりの意見を提供している。この報告書は1993年にアメリカ連邦議会からの委託を受け、有能な人材からなる委員会によって国中のすべての利害関係にある当事者に対する広範囲にわたる聴取を経て作成された。 この報告書では暗号に関するアメリカ政府の規制について全身的に緩和するよう勧告している。他のこのような研究報告書と同様、この報告書の結論部は政策決定者によってほとんど無視された。あとのサイファーパンク裁判に対する最終判決などの事件により暗号化ソフトウェアに対する憲法に違反した規制はより完全に緩和された。サイファーパンクは主に アメリカ政府に対し政府の活動が憲法に違反するとして何件かの裁判を起こした。フィルカーンは1994年に暗号の輸出規制について国務省に訴えを起こした。国務省が規制を制定した後も書籍アプライドクリプターグロフィは合法的に輸出可能であったものの書籍に印刷されたソースコードをそのまま収録したフロッピーディスクは法的には 軍需品として扱われて輸出許可が必要であったがその許可は降りなかった。ダニエル・バーンスタインは電子フロンティア財団の支援を受けて輸出規制について訴えを起こし暗号技術に関するソースコードの公開を妨げるのは言論の自由に関する憲法違反であると主張した。彼は勝訴し輸出法を事実上撤回させた。詳細は バーンスタイン対アメリカ政府を参照せよ。ピーター・ユンガーも類似する領域で訴訟を起こし、勝訴した。ジョン・ギルモアは二人のアメリカ司法長官を訴え、航空機に搭乗する際に身分を証明する文書の提出を必要とすることは憲法違反であると主張した。これらの訴訟は今日まで成功していない。サイハー・パンクは市民的不服従を推奨しており、特に アメリカ政府による暗号輸出規制に対しての市民的不服従を推奨している。1996年まで暗号技術のソースコードは法的には軍需品であり、2000年までは輸出に許可を必要とした。1995年、アダムバックは公開鍵暗号のための RSA 暗号アルゴリズムのあるバージョンをパールで産業で記述し、 それを電子メールの署名ファイルとして使うよう提案した。b i パール sp 零 xdlmlln パーセント dsxxllln dsm jdsj ドルアンパックドルイコールエコ十六 b u ドル k s k ドル s m ドル n s n p l n 一 l k d 二パーセントサリ d 零ドル x p d c s w, g ドルイコールパックドル。ビンスケートは招待された人は誰でも国際的武器密輸人となれるウェブページを立ち上げた。誰かがフォームをクリックするごとに輸出が規制された品目がアメリカのサーバからアンギラのサーバにメールされた。これは多大な注目を集めた。また自身の名前をこういった密輸人のリストに載せアメリカ大統領にメールして 講義を記録するオプションもあった。ニール・スティーブンスンによる小説、クリプトノミコンにおいて、多くのキャラクターは、シークレット・アドマイラー・メイリングリストに所属している。これは明らかに、サイパーパンクメイリングリストをもとにし置てり、有名なサイファーパンクが数人者字で研究されている。あらすじの多くの部分は、サイファーパンクの観念に関連している。主要なキャラクターは匿名による、 金銭取引ができるデータ平文を設立しようとするし、本には多くの暗号技術が含まれている。しかし、作者によればこの本の題名は似ているものの、サイファーパンクに関するオンライン FAQ 文書であるサイファの未婚には基づいていない。サイファーパンクによる成果は後に、カナダの電子ウォレットミンチップやビットコインの開発に利用された。サイファーパンクは、 数十年後にクリプトパーティーに影響を与えた。例えばサイファーパンク宣言はクリプトパーティーのウィキのヘッダーに次の段落のように引用されているし、エリック・ヒューズはオランダのアムステルダムで2012年8月27日に開催されたクリプトパーティーにて基調講演を担当した。プライバシーは電子時代の開かれた社会に不可欠である。プライバシーとは 秘密を保つことではない。プライベートな事柄とは世界全体には知られたくないようなものだが秘密である事柄とは誰にも知られたくないようなものである。プライバシーとは自分自身を世界に選択的に公開するための権限である。サイファーパンクメーリングリストにはコンピュータ産業における著名人が多く参加していた。ほとんどは メイリングリストの常連であったが、全員が自身をサイファーパンクと呼んでいたわけではない。ジョン・ギルモアはサイファーパンクメイリングリスト、電子フロンティア財団、シグナスソリューションズの創業者の一人である。ギルモアはユスネットにおいて、オルト、改装を作成し、また GNU プロジェクトへの主要な貢献者である。ジュリアン・アサンジはインターネットにおけるプライバシーを確保するために、 暗号技術を使うよう推進した有名なサイファーパンクである。バステファンがクリプトノミコンの社知で言及したものを示す。ありがとうございます。